本当なのか、その見張りとかいう話は。確かです。で、何者なんだ。エイタロン。エイタロン、極悪非道って噂のあの盗賊団か。実際盗賊団なんていう規模や凶暴さじゃないようだ。5年前父が都に招聘されたのもエイタロンに抵抗するため、国中を回って武術を指導するためだったんだから。無理だ、そんな連中に目をつけられてどうしろというのだ。村長、どうしたらいいんだ。私は戦のことなど何もわからん。村長、落ち着いてください。村長が慌てていては村のみんなも動揺します。私が戦いの指導をします。フィデルニー。ま、他に敵役もいないわな。頼む、フィデル、この村を救ってやってくれ。全力で当たります。奴ら、本当に来るのか？異常なし。いつ来るかわからないのを待ってるってのもじれったいな。そうか、男たちはみんな思ってるさ。これで来なかったりした日には。来ないならその方がいいに決まってる。防げるかな。相手の規模にもよるけど、多分一度なら。一度か。二度目は厳しいだろう。みんなの心身も建物も痛む。どうする。中央に援軍を送ってもらうしかない。それもこれも最初の襲撃に。来た。お前は女子供を道場へ誘導しろ。分かった。みんな戦闘準備だ。すまない。こういう時はありがとうだよ。道場に行け。みんないるから早く。やだ、ミキに行くから。天使校だから。
お前二人きりの時は最後の回だな。まだ好きにしろ。やったなんとかなりました。ありがとう。本当にありがとう。今回は撃退できましたが、次はどうなるか分かりません。次？奴らがまた攻めてくる？おそらく。ああ、嘘だと言ってくれよ。で、どうすんだ？何か考えがあるんだろ。国に援軍を頼みましょう。援軍？それはいい。すぐに出発します。お前の軽口もしばらく聞かれないな。寂しいか？せいせいするよ。ひでえな。無事に帰ってこいよ。絶対に間に合わせる。それまでスタールのみんなを頼む。引き受けた。私も一緒に行くから。は？一緒に都まで行くの。ふざけるな。早く帰れ。おい待てって。どんなに危険か分かってるのか？危険だから行くんでしょ。夕べだって危なかったじゃない。一人じゃ行かせられない。わがまま言うな。私が危なくなったら助けてくれるって信じてるから。おいミキ。連れてってくれないなら一人で行くから。盗賊に捕まるかもしれないし、凶暴な動物に襲われるかもしれないけど、それでも行くから。決定事項だから。勝手にしろ。なあ、もう分かったよ。連れて行くから。やった。その代わりしっかりついてこいよ。